皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画で、このねこちらです。僕ね、大体週5から、週6のペースで、藤井風さんのねことをねいつも喋って、こうやって YouTube で動画配信をしているものなんですがいろいろね、コメントをたくさんいただきます。で、藤井風さんの、まあ、僕ね、藤井風さんファンというか、まあ、ファンなんですけど、どちらかというと、彼の、なんて彼のね、彼ってどんな人なんだろう。彼のね、発信しているものっていうのが、本質はどういうことがね、含まれて、どういう、ね、意味が含まれてるんだろうとか、そういうことを、まあ、評論家じゃないですが、まあ皆さんとシェアしたいということで、まあその歌がね、例えば歌が素敵とか、からピアノもね、3歳からピアノ触ってますから、まあちょっと特殊な技術を持ってます。ただね、ピアニストというか、歌手というかアーティストっていうよりは、もう、ちょっと特別な存在だと思うんですよね。まあそんな素敵なアーティストはね、たくさんいます。僕も素敵なアーティスト、藤井風さん以外にも、たくさんいらっしゃるんですが、まあそのちょっとね、僕今まで42年間生きてきて、あ、この人はちょっと今までと違うなっていう感じがしています。まあおそらく今までの僕見てきた中でね、今までいなかったタイプの人だと思うんですよね。で、彼の母校、昨日もね、昨日というか前回の動画散々話したんですが、岡山県の、高校、城東高校の合唱部の、皆さんが、藤井風さんの旅路っていう曲をね歌ってる動画なんですが、これにね、僕これ見た時、最初見た時に多分ね、この動画上がってすぐぐらいに僕ねたまたま見てたんですね。で、最初は彼の母校の、まあ、彼の後輩ですよね、が歌ってる動画が上がってるんだと思って1回目は見たんです。で、先生がねカメラ持ってきて、みんなのこう笑顔を撮るわけですよ。でそのタイトルにも書いてあるんですが、風先輩に感謝の笑顔ですっていうねタイトルがあるんですが、なんか粋なことするなって思いながら見て、最終的になんとなく意味が分かって、あ、これはひょっとしたらすごい動画だぞと思ってもう一回見ました。その時にわーってなったんですが、彼が一度ねテレビの放送で、言ってるんですね、母校に行って先生に挨拶をしに行くんですが、その時に部活動がやっぱねできてないと、そのコロナのことで、ほとんどね演奏会も中止になったりだとか、活動がほとんどできてないっていうことを先生から聞かされて、すごくね悲しい顔、悲しいし悔しいし、その自分たちの時はそういうね心配事一切なくやりたいことやらせていただいたのに、今のねこの子たちはかわいそうだってことで、まあ、そういうね報道、まあ、そういうメッセージを、まあ、彼が述べたっていう番組、その一部ね、番組の一部でそういうのがあったんで、僕それ見てたんで、あ、ちょっとそういうのを思い出してちょっとグッときたんですが、マスクをねみんなしたまま歌ってるんですね。マスクして距離を空けてね、で歌い始めると、これは不思議なんですが、鳥たちがね、周り鳥がピョピョピョってこう鳥がみんなねこう一緒に歌ってるような感じで、すごいんですよ。2回目聞いた時に気づいたんですが、これ不思議ですよね。意識しないで見ると何も気づかないんですが、2回目いろんなことが分かって意識してみると、すごくね感動の動画でした。それから
僕ね、あの別にこんなことをね、僕なんか僕本当しあの音楽素人だし、藤井香里さんのこと知ったのも去年のねアルバム、ファーストアルバム出た時その後なんで、まあ昔からね知ってる方たちからしたら、まあひょっとしたらね、その偉そう言ってんじゃないよって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、僕なんかがねそう語るような内容じゃないとは思ってたんですが、まあちょっとグッと来たんで、そのままねその気持ちを昨日はね動画にしたんですよ、したんですが、帰ってきたコメントがですね、何人かの方10名ぐらいかな、コメントいただいて、まあね、皆さん本当にありがとうございます。もう皆様本当素敵な方たちばかりで、僕なんかね本当にもう恐れ多いぐらい、もう僕なんか本当ね、僕なんか語ってよかったのかなと思うぐらい、皆さんも本当に素晴らしいコメントがたくさん来てまして、全部ねきちっと読ませていただいたんですが、もう本当にね、やっぱ皆さんやっぱ音楽、もともとねそもそも音楽っていうものに携わってたりだとか、やっぱ音楽が好きな方がやっぱ多いんですよね、藤井風、まあ、藤井風さんのファンっていうことっていうか、まあそうかな、藤井風ファンの方っていうのは音楽が好きですよね、もともと。だからいろんな、まあ、藤井風さんのファンになる前にもいろんな方のファンだったと思うんですよね。いろんな人が好きで、いろんな音楽聴いて、いろんなこと知ってる、もうね、まあ、もちろんその J-POP アーティストが好きっていうのもありますし、合唱や吹奏楽、まあ、ピアノとかねの経験者の方もたくさんいらっしゃいますね。僕なんかね本当にいろいろいつも言ってますよね、音楽は素人です、楽器もたくさんねやったけど全部挫折してますっていうこといつも言ってますが、そんな僕でもこうやってね一丁前に素人が、僕ね本当フィーリング、ガットフィーリング、直感と感じたこと、僕人生全てそれが全てなんで、音楽にしろファッションにしろ、とにかく胸にズキュンってきたもの、自分の胸を熱くしてくれたもの、それに関してなんで僕は今熱くなったんだろうってことを探求していくっていう、ちょっとそういう順番で僕はねいつも物事を捉えてるんですが、ファッション、それから芸能人、好きな芸能人、好きな音楽なん全部そうです。僕がドキッとした、なんで今ドキッとしたんだろう、なんでこの人見たら僕ドキッとするんだろう、なんでこの人の歌を聴くと自分はドキッとするんだろうってことを、なんか後でねドキッとするのが先なんです。そっからいろんな、ね、その人のことを探求していく。藤井風さんの場合もそうでした。帰ろうって曲をね妹に教えてもらって聴きました。その時にわっときました、なんだこの人は。それからいろんなことをね彼のことを知っていくんですが、この旅路っていう曲もね、僕ちょうど YouTube を、この動画は多分残ってるのかな、多分まだ残ってるとは思うんですが、確かね花粉症で鼻水ズルズルで、もうちょっと風ではないけど、まあちょっと風邪ひいてるみたいな感じでね、体調悪そうな顔で撮ってるんですが、まあそのさっき言った報道ステーションという番組で母校にね帰りましたよっていうその映像、それからテレビ初公開ということで、テレビの前、番組の中でピアノ弾きながらちょっとねジャズアレンジをしながら旅路を歌ったっていう番組を見た次の日なんですよね。だからその報道ステーション見ましたかっていう動画が多分撮りたかったんで、その日に撮らなきゃいけなかったんですね、翌日にね。なので、まあ、一生懸命喋ったのでなんとなく覚えてるんですが、まあでもそれでも4ヶ月前ぐらいかな、3、4ヶ月前ですよね。そのこともなんかちょっと思い出したりとか、いろいろねいろんなことがあって、まあそれから前回も言いましたが、まあ、妹のね妹の合唱の、発表、最後の発表会行ってあげれなかった、後悔しましたっていうこともねちょっとお話しましたが、まあ、今ね僕ね美容師をしてるので、たくさんのねいろんな人と話します。で今ね皆さん口を揃えて言ってることが、もうやりたいことやろうと、特に大人の方、僕今42歳です、僕と同じぐらいかもしくはちょっと上の方たちは、もう後悔しないようにとにかく今やりたいことをやった方がいいということをね。で僕絵を描いたりもするんですが、僕が絵を描くの好きってこともね知ってる方もたくさんいらっしゃって、どんどんね絵を描いてほしいとか、で僕 YouTube ね、僕あんまり YouTube をしてるってことを知人にねあんまり言ってなかったんです。な
あの始めた時も、もう本当ね、5人ぐらい、5人も言ってないかもしれないけど、5人、本当5人ぐらいです。やってるってことをもう言わずにスタートしてて、ひっそりこっそりやってたんですね。で、まあ、おかげさまで登録者数がね、皆さん視聴してくれてる方がちょっとずつ増えてきて、なんかいろんな人にね、あの言った方がいいよって、もっとあのなんでやってること言わないのって言われて、なんか知ってる人にね、お願い、知ってる人にお願い見てって言って見てもらっても意味ないなと思ってたんですね。だから、本当に自分の本当に嘘がない自分の本当の思ってることを言ってみる、ね、で、あの藤井風さんが好きになった、なんかこの人すごいなって思ってる本当の気持ちをとにかくね、成立してるかはわからないけど、とにかく喋り続けたんです。3ヶ月4ヶ月ぐらいほぼ毎日ね、まあ、他にも例えばファッションのこと、いろんなことをね、他のこともやってますが、まあ、基本的にまあベースとしては藤井風さんのことが多かったと思うんですよね。で、本当に思ってること、本当に感じることしか言えませんみたいなこともいつも言ってると思うんですが、もう本当にそれだけをひたすら喋ってるだけのような感じ、専門的なことは本当にわからないんで、ただ喋ってるだけだと思うんですが、それでもね、そんな僕でもそういう、さっき言ったようにね、本当に音楽携わってた方、ピアノの経験者、それから本当にね、僕から見たらもう本当尊敬に値するような、本当にきちっと音楽とね関わってきた方々もたくさんいらっしゃいます。聞く側のプロっていう方もたくさんねいらっしゃると思いますが、本当にね、返ってきたコメントがあまりにも素晴らしすぎて、もう今日ね、僕本当はね動画撮るのね、今日は一日休もうとは思ってたんですが、コメント見てたらいても立ってもいれなくなって、ちょっと今喋ってます。で、その昨日のね言った旅路、この彼らが歌ってる旅路、藤井風さんの後輩たちがね、この方々のこの旅路の映像、もう一回ねさっき見たら、やっぱりね、これは見てほしい、ファンじゃない方ね、藤井風さんのことをそのファンでない方が見ても多分なんじゃらほいって感じだと思うんですよね。まあ素敵な方ね、素敵な歌ですねってことはわかると思うんですが、何そんな熱くなってんだろうってことだとは思うんですが、僕がねそのスタートした時、藤井風さんのことを話していこうかな、話してみようかなってスタートした時に、ちょうど最初がね旅路っていう曲のリリースがあって、この映像がね、この彼らのことを話している映像が最初にあったんで、まあなんかちょっと原点に戻ったというか、もうすぐね僕で500人っていう数字がねやっとですが、もうちょっとね早い段階で500人行きたかったけど、まあ僕のね、これが僕のペースだと思うんで、もうすぐ500人行きそうなんですが、まあ、そんなことも含めてね、いろいろちょっと最初の頃のね思い出して、なんとなくこううるるっと来たっていうところです。本当にいつもね、本当僕みたいな、素人だし、音楽に関しては本当にね、もうプレイヤーとしては本当ね最悪のやつで、全部ね楽器ね本当にダメでした。途中もね、いいとこまで行ってやめる、いいとこまで行ってやめる、なんかね飽きちゃうわけじゃないけど、なんか自分には向いてないんじゃないかなと思ってやめちゃうんですね、いつもね。なので続けてねずっとされてる方、藤井風さんみたいに立派なアーティストになられてる方、それからコメントいつもねいただいてる、音楽経験者の方、本当に僕尊敬します。本当すごいなと思います。楽器や音楽ね、マスターしてる方はね、本当にね僕から見たら大尊敬に値するわけなんで、本当にね素晴らしいと思います。はい、これからもね僕みたいな、本当素人で申し訳ないんですが、感じたこと、僕の胸を熱くしたことに関しては、僕はね割と口はうまい方なんで、しっかり表現したいなと思います。ちょっとその音楽されてた方、音楽ねに詳しい方とはひょっとしたら観点がずれてるんで、まあそういう意味では、あそういうふうに思うんだとか、あそういう言葉を使うんだっていう意味では、まあ新鮮なのかもしれませんが、まあこれからもねどうぞよろしくお願いしますということで、素敵なコメントね、本当にいつもありがとうございます。僕ね本当にこの YouTube やっててよかったなと思います。本当に勉強になってます。
一つのね、まあ、僕の今のね、今の自分のこの今の状態での今の僕の感覚で話しますが、一つのねテーマ、まあ、例えば、まあ、藤井風さんというアーティストがいます。この方について、まあ、フリートーク、どうして好きかとかね、どういう音楽があるのかとか、彼がどういう人なのかっていう、この彼に関して、このテーマに関して話をするってことね。それに関して、まあ、僕はね、まあ、経験積ませてもらったかなと思います。その話をする、このテーマに沿って10分15分フリートークをするっていうこの力ね、スキルはなんとなくね YouTube させてもらうようになって身についたのかなと思います。本当にこれ皆さんのおかげですので感謝しております。これからもね、まあ、500人とは言わずに1000人2000人ぐらいまではね、ちょっとしっかりこのペースでやっていきたいと思ってますんで、まあ、もっともっとね上目指してもいいんですが、まあ、あんまり大きいこと言うとね嫌われちゃうんで、これくらいで、まあしっかりね自分のペースで、まああまりなんていうかな、嘘は言えないんで、自分が本当に感じてること、思ってること、自分の分かること、自分の知ってることしかこれはね言っちゃいけないと思うんで、そこは僕ねしっかりね自分のポリシー守ってやっていきたいなと思っております。この藤井風さんのね後輩たちの合唱、まだ見てない方ね、ぜひ見てみてください。感動する人、感動しない人、何も感じない人、うわもう泣いちゃってね涙止まらない人、いろいろあると思いますが、まあ、いろいろな人がねいていいと思いますので、僕ね藤井風さんって本当にね素敵な方で、これからもね追っかけていきたいなと思ってるアーティストなんで、まあ、そこら辺もね、こんなね、こんな僕がこんな僕がですね、すごいなって思う人なんで、ぜひね、僕も42歳おじさんですが、まあ、彼ね24歳で、まあ、19歳ぐらい年下なんですが、彼からね、学ぶこと、影響受けたこと、僕にね足りないもの、彼の曲、彼の歌詞、彼が発信するものからたくさんね僕の足りない部分埋めさせてもらいました。これからもね彼の、ことを話す動画っていうのが続くと思うんですが、どうぞね温かい目で見守ってくれたらいいなと思います。お手柔らかによろしくお願いします。コメントね本当にありがとうございます。またコメントねどんどんお待ちしてますんでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。